さあやっていきましょう。ガチャのお時間です。まずはチケット単発から10枚いきたいと思います。頼むよ、お願いします。よし、行こう。テンションを落としてる暇はないんだと。いけ虹、クソがよ、クソがよ。赤ちゃんを、コウノトリさんを連れてきてください。ここまで食べてきた。来た来たんじゃない。来た来い、ユディル来い。行け行け、赤ちゃんと一緒にユディルを、バブバブユディルを連れてこいと。ユディルを四角星に仕上げていく。よし、一人目惜しい。レバニアさんが来てくれました。お、いいぞ、いい感じ。いやー、全然いい感じじゃない。何これ、銀節の。3、2、1、ラスト。というわけで54枚単発チケットを引き切りました。次10連チケット6枚でございます。いけ、よし、ネジ来い。嘘だろ。待って、ちょ冷静になろう。見たぞ、こいつ見ました。なんでお前が出るんだよ、バカ。残り50枚。来た。よし、いけ、来い、勝ち込め。ユディル君が僕を歓喜の笑顔で見下しながら待っててくれる。よし、お願いしますよ。よっしゃ、やった、かっこいい。さあ、これはないね、飛ばしていこう。さあ、あとユディルを4人です。ユディルを4人引いていくだけの簡単なお仕事。バババッと、クソ、やっぱ金も何も信用できない。金の扉も何も信用できない。やばいね。ちょっとユディル出たからって安心してるじゃないの。まだ旅路は長いんだよ。残り4体引かないといけないんだって。開け5万。終わりました。10連チケット単発チケット出てないのはサラーファのみと、多分僕が悪口を言い過ぎたんでしょう。僕の配信というか動画というかね、新章動画見てくれた方ならわかると思いますが、僕はサラーファ嫌いでございます。多分本人にも伝わっているんでしょう。あんたんとこには行きたくねえと、そういう風に言われてしまっている気がしておりますが、まあ、なんとかね3体揃えていきたいなと思ってますし、頑張っていきましょう。